こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんにちは、映画オーバー大事、こんにちは、シュです。今回はザ・キング・オブ・ファイターズの詳細が出たんだよね。なんでそれについて喋っていこうかなと思います。で、今回ね、キャラクターがめちゃめちゃ多い。でも今回銀卵がないんだよ。金かダイヤしかないんですよね。なんでちょっと今回ダイヤだけ喋ってこう。金卵については今回喋んないでいきます。はい。で、まず八神伊織からだね。そう、私ねザ・キング・オブ・ファイターズを全く知らないんだよ。なんで名前だけしっかり覚えてきた。八神伊織、この子ね、普通にスキル優秀だよね。五色の秘術プラス泥鏡。まあ、よく言えばねここに回復も含めなかったね。まあ、それはちょっと欲を含めたんだけど。で、リーダースキルが4色以上同時攻撃軽減、攻撃4倍、強化ドロップ含め5個消しした属性5倍。で、倍率がやばいよね。400倍まで出て、なおかつ軽減貼れるって、結構リーダースキルとしても強いんじゃないかな。リーダースキル、リーダーとしても強いんじゃないかな。最初このリーダースキル見たとき、FF コラボの緑のやつわかります？バルフレア。あれにすごい似てんなと思った。で、バルフレアだとこんな感じのリーダースキルで、12倍12倍の144倍しか出ないんだよ。なんだけどこっちね、400倍まで出てすごいなと思った。で、バルフレアがこの最初の部分が3色以上同時攻撃だった気がする。で、こっちの方がね、4色以上で多分リーダースキル出しづらい分、バルフレアに比べて、その分この400倍まで出んじゃないかな。で、覚醒スキルもね、すごい優秀。バインド効かなくてスキルチャージもあって、結構ね、頑張ればなんか裏闘技場もいける人ならいけんのかな、わかんないわかんない、まだ使ってないから何とも言えないんだけど、でも本当に強いと思う。で、今回このさ、このコラボのキャラ結構ドットするんだよね。ドットこんな感じで、今までドットって言うとさ FF ぐらいしか強いのがいなかったんだよ。そうだよね、 FF コラボぐらいしかドットでいいのがいなくて、で、この子のいいところが FF と違って、そのあんまりドットでいないんだけど、キラープラス7コンボ強化って多分初だよね。てかキラー自体がついてるモンスターがドットだとすごいないんだよ。ドットセフィロス、あとなんかいたかな、本当に数少ないんだよ。なんだけど今回この子キラーついてて、なおかつ7コンボ強化もあるんだよね。まあ、確かに33正方形で消して7コンボするのは難しいと思うんだけど、でも結構なんか今んとこ唯一無二的な存在で、かなりいいんじゃないかな。で、リーダースキルが攻撃悪魔 HP1.5 倍、攻撃 2.5 倍、なんとかの同時攻撃 3.5 倍。リーダースキルも悪くないんだけど、なんかドットはなんか個人的にサブ向けかなっていう感じある。全然リーダースキルも HP 補正もあるし、倍率もなかなか出て強いと思うんだけど、まあ、この子リーダーで使うなら、まあ、他のキャラでいいんじゃないかなと思う。で、これね、ドットとドットじゃないのでちょっとスキルが変わるんだよね。まあなんでこれは、はいはい、なんでもないです。で、この子だね、次草薙京。うわ、すごいね、7コンボ強化覚醒スキル2つに悪魔キラーに追撃って割とやべえな。で、スキルもめっちゃ強いね。全ドロップ火と回復に変化、2ターンの間火ドロップが少し落ちやすくなる。ようやく来たね、回復となんかの日食人。今んとこヨグソトースしかいなかったんだよ、光と回復で。今回火と回復で、すごいね、結構スキルも強いし覚醒も強い。で、リーダースキルがでもちょっと使いづらいね。6コンボ以上ダメージ軽減、攻撃3倍、火の3コンボ以上ダメージ軽減、攻撃3倍。これ 7×6 と組み合わせた方がいいのかな。なんか普通の盤面だとさ、結構火の3コンボってなかなかできないんだよね。エルゲヌビとか使えばまあ可能かもしんないけど、すごい使いづらいと思う。最近この軽減プラス軽減流行ってるよね。リーダースキル流行ってるってほどでもないけど、明智光秀とか、覚醒真田幸村、すごい軽減軽減はすごい、確か 60% ぐらいその時はしてくれて強いと思うんだけど、使いづらいんだよね。だってこの子はなんかサブ向きな感じがする、リーダーっていうより。もしかしたら 7×6 となんか組み合わせたら強いのかもしれないけど、まあ、とりあえずサブかなっていう感じがする。悪魔キラー7コンボ2つに追撃って結構やばいもんね。そう、火のキャラ、火のキャラで7コンボ強化2つで追撃って、多分コットンぐらいしかいなかったんで今まで。火コットンで、ヒコットン当てんのってすげえ難しいんだよね。ヒコットンっていうかコットン自体。だから結構激アツだと思う、この子は。で、この子もドットになんね。わー、で、この子も悪魔キラーついてる。うん。で、リーダースキルは省略します。結構強いと思う。でもやっぱドットってどうしても、まあ、リーダーとしてもさっきも言ったけど全然ありだと思うけど、サブだね。サブって感じがすごい。いいね、悪魔キラーの。悪魔キラーついてるドット今までいたかな？ちょっとわかんないっす。
洗剤とかでね悪魔キラーつけれたりは結構いるんだけど、この覚醒スキルについてるパターンってすごい少ないんだよ。はい、で次これ Triple Guard が、スキルがバインド状態と覚醒を3ターン回復、左を火に、右を光に変化。スキルすごい優秀だと思うんだけど、最近だとね覚醒状態3ターンで回復できる敵ってあんまりいない気がするんだよね。でバインド3ターンはでかいのかな。もうちょいこのターン増やしてほしかったなっていうのが個人的にある。最近ね覚醒向こう飛んでくる敵結構多いからさ、リンシアとかマジずるいよね。なんでもうちょいよく言えばその覚醒状態のターンを増やしてほしかった。でリーダースキルが火光の同時攻撃、ダメージ軽減、攻撃3倍、強化ドロップ含め5攻撃した属性4倍。うん、これ12倍だね。これさっきのさ、この八神よりがさ、同じ強化ドロップ含めて、いやまあこっちの方がリーダースキル出しにくい分の20倍なのかな。なんか八神よりと比べた分なんか12倍の144倍。まあこっちはリーダースキル出しやすいんだけどね、なんかちょっと弱いかなって思っちゃう。うん、はい。でドットがあーないね、やっぱりそのキラーがこんな感じですね。うん、で両坂崎すげえな、両坂崎。いやこれさっきなんかカッコつけてテリーボガードを滑らかに言ったけど、なんか怒られそうだな全然原作知らないのに一応カッコつけてしまった。はい、次両坂崎、スキルが一旦の間落ち込んしなくなる、最上段ラボ一列を光ドロップに変化、リーダースキルが4色以上同時攻撃、ダメージ軽減、攻撃3倍、光を6個以上つなげるとダメージ軽減、攻撃3倍。これもあれだね、あのさっきも言った軽減プラス軽減、いや結構やっぱ使いづらいんだよね本当に。軽減プラス軽減、4色消して光6個。ただこの子がちょっとさっきと違うのが、スキルがね上で光1列にできちゃうから、その分今までの軽減に比べたらだいぶやりやすい感はあるんじゃないかな。覚醒も優秀だしね。でドットがこんな感じだね。うん、今回もキラーない。本当にね、このさっきあったこのキラー、悪魔キラーとこの攻撃キラーの枠がすげえ欲しいなと思っちゃった。はい、でこの子レオナ・ハイデルン、レオナ・ハイデルンで覚醒スキルがねすごいね、なんかバルディンみたいだね。キラーがめっちゃあって、でスキルチャージもある。で来たね、吸収無効。いやでもこれさ、ターンが重すぎない？吸収無効持ってない人は全然ありだと思う。ただ封刃持ってる人でこっちか、このレオナ・ハイルデルン、ハイデルン と封刃だと、多分封刃の方が使う場面多いんじゃないかな今んとこね。ダメージ吸収無効化してエンハンス欲しい場面がないんですよ。そんなに化け物的な HP のやつが今んとこいない気がするんだよね、ダメージ吸収。まあって、ね、ターンがやっぱ重いよね。なんかウルカとかも実装当時さ、すごい、オールドロップチェンジプラスダメージ吸収でめちゃめちゃ強いなと思ってたんだけど、ターン数が重いんだよね。なんで、封刃？いや、ウルカは結構リーダースキルとか強いから全然サブとか入る可能性があるんだけど。いやでもこの子もあれか、結構覚醒優秀だからサブに入る可能性もあんのかな。ただスキルだけっていう点で見ると、なんか封じの方が今現状だといい気がする。まあ、今後インフレとか進んですげえダメージ吸収持ってて、やべえ敵の HP がやばいやつ出てきたらこの子の方がいいかもしんないけど、今んとこターンの関係で言うと封じの方がいいんじゃないかなっていうのがある。でリーダースキルが3色以上同時攻撃、ダメージ軽減、攻撃3倍、回復の5個を軽減、攻撃3倍。これもあれだねさっき押してんのかな、軽減。個人的にはあんま使いづらくてあれなんだけど、ただこれだと3色でいいのか、なんで比較的使いやすいのかな。でもなんかサブって感じかな、リーダーっていうより。そう、今回なんかサブって感じのが多いな。あんまりリーダーとしてならこの子ぐらいかな、リーダーとして使いたいなみたいな。うん、でドットがあこれも切らないね。全ドロップを火、キー、闇回復、ドロップに変化、一旦の間、これもエンハンスなんだ。一旦の間攻撃100魔の攻撃3倍、リーダースキルは3色同時攻撃軽減、攻撃 3.5 倍、闇を6個以上つなげると攻撃上昇最大4倍。うん、これさっきからさ、ドット結構サブ向きって言ってるけど本当にリーダーも強いよね。まあでもやっぱドットはサブで見ちゃう。うん、でこれが多分ダイヤタイマー5最後なんじゃないかな。リーダースキルが 7×6 番目になる、人、光
光属性の攻撃2倍、7コンボ以上軽減攻撃4倍。これ結構いいんじゃないかな。 7×6 番目になってコンボ系だとディアブロスとか他いたかな。結構コンボで 7×6 って簡単に発動できるからいいなと思った。でリダチェンで今できちゃうからね。なんでこいつ結構当たりなんじゃないかな。でスキルが5ターン内で強化ドロップを 50% の確率で落ちてくるランダムで気ドロップを3個生成。最近ねこの強化ドロップが 50% の確率で落ちてくるの結構あるんだけど、あんまりあんまりそんな使い道が分かんないな。この強化ドロップ含め、まあ確かに倍率は上がるのか、強化ドロップとじゃないのだと。なんでそんなにあんまり恩恵は受けたことがない。でおーすげえなスキルよー日本5ターンの間強化ドロップ落ちてくる全ドロップ。あーすげえ3色時になってる。火水光ドロップに変化。これも 7×6 番目になって火属性の攻撃2倍、火を6個以上つなげると攻撃4上昇最大4倍。うん、こんな感じだね。ドットキャラ、ドットキャラじゃねえ、ダイヤキャラで、どれだろう一番のあたり。でもこのドットにキラーついてるのが本当に欲しいなと思う。この子かな。なんか裏闘技場もやりたいなと思ったんだけど、結構裏闘技場やろうと思うと結構厳しいんじゃないかな。このなんだっけ、ヤガミより、この子しか勝てる可能性ないんじゃないかな、リーダーとしてなら。この子でも本当強いよね。だこの2体かな、当てんの、当てたいの。草薙京とヤガミより。はい、ちょっとただ適当に喋ってた動画なんだけど、で一応金卵もちょっとだけ見とくか。金卵ね、あの普通に継承用としてめちゃめちゃ強いと思う。やっぱダイヤとかに比べたら覚醒とかは少ないんだけど、ロック解除とか三色陣とかすげえあるんだよ。なんで結構ね、ほらこの子も三色陣でなんかすごいね、この色違い、ポケモンかよ。結構すごいね、ほんとにロック解除とかあって、ほんと当たっても継承用で何体か残していていいんじゃないかな。でダンジョンキャラ、なんかダンジョンキャラも地味に強いよね。最近なんかダンジョンキャラ、ハガレンからなんか割と強いの多いよね。この子とか割と強いって言っても、ダンジョンで落ちる中で割と強いでレベルだから、まあ多分そんな使うことはないと思う。スキルすげえな、死ねい。終わります。バイバイ。